皆さんこんにちは。ミッション・エド・クリスチャン・フェロシップの牧師関根和夫です。今日は8月30日、木曜日、聖書の箇所は歴代史第1の13章9節から14節まで、でタイトルは主が決めた方法通り恐れを持って行いましょうとなっています。歴代史第1、13章、9節から14節。こうして彼らがキドンの内場まで来たとき、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱に伸べたからである。彼はその場で神の前に死んだ。ダビデの心は激した。ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた。今日もそうである。その日ダビデは神を恐れて言った。私はどうして私のところに神の箱をお運びできましょうか。そこでダビデは箱を彼のところダビデの町には移さず、ガテ人オベデエドムの家にそれを回した。このようにして神の箱はオベデエドムの家族とともに彼の家に3ヶ月間とどまった。主はオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福された。旧約聖書の歴代史の第1、13章ですけれども、ダビデが王としてこういよいよ活動を始めるという流れの中で、今日はちょっと、どちらかというと悲劇的なことが起こるということになるんですね。ちょっと読んでいきますけれども、9節から、こうして彼らがキドンの内場まで来た時、ウザは手を伸ばして箱を押さえた。牛がそれをひっくり返しそうになったからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、彼を撃った。彼が手を箱に伸べたからである。彼はその場で神の前に死んだ、というふうになってるんですね。ちょっと私たちのこう、一般的な雰囲気から言うと、そこまでしなくてもいいんじゃないのっていうふうな思いになりがちですけれども、神が定めた神の箱を移動するとか、神の箱というのはもう神様の臨在そのものというようなイメージがあったので、それはやっぱり恐れを持って、取り扱わなければいけなかったでしょうし、言われた通りにやるというのが大原則だったわけですね。そしてちょっといい言葉でもないんですけども、こういう事柄がルーズになってくると示しがつかないというか、いいんだよどうでもっていう、非常にこう存在に扱うことでそれが当たり前になってしまうと、もう礼拝も何も形も何もなくなってしまう恐れがありますね。でそういう意味ではここではとても厳しい出来事ではありますけれども、でも神の箱の臨在、神の箱というのは神ご自身の臨在というのともほとんど同じ意味があるわけですけれども、その神の臨在を前に人間は本当に恐れ敬い、その取り扱いについての規定を守り、そして神を礼拝し、神に喜びをこう表明しながらその臨在を喜ぶといいますか、神様に本当にそれこそ神様いてくださってありがとうございますという、触れることもできないし見ることもできないけれども、いてくださってありがとうございますというのを本当に深くこう表明するということが人間に許されたことだったんですね。で思わずこの、ウザという人がこう箱を触れてしまう、これ牛をひっくり返しそうになったっていうことがあったので、それ気持ちは分からないわけではないですけれども、でも それでさえも、やっぱり神が望んでいることではなかったということなんですね。
こういうのは理解がとても難しいです。どうしてこういうふうになっちゃったのかなっていうのはとても難しい。で、人の働きの中にやっぱりその献金について捧げ物について、ごまかしたということで、命がなくなるということがありました。あれも一つの神に対する、礼拝の不誠実さというところにあったわけですけれども、この箇所でもそういうことが起こります。で、それをこう知ったダビデは、ダビデの心は激した、ウザによる割り込みに主が怒りを発せられたからである。それでその場所はペレツウザと呼ばれた、今日もそうである。その日ダビデは主を恐れていった、私はどうして私のところに神の箱を運びできましょうか。そこでダビデは箱を彼のところ、ダビデの町に移さず、ガテ人、オペテドムの家にそれを回したとあるんですね。このリビングライフの、次のページを見ると少し説明が書いてあって、箱を移動するときにはアロンの子らが箱を覆ってからケアタ人が入ってきて肩に、担いで運ばなければならなかったというふうなこと、まあ少しそのやり方がですね、ちょっとこうずさんになっていたという部分があるのかもしれませんね。で、いずれにしてもここでは非常に大きなことが起こってしまったので、ダビデは非常に動揺してるんですね。で、ダビデはおそらくここで、私は今の段階で神の箱を自分のところに持って帰っていく立場ではない、まだその時は来ていない、あるいは自分の心も自分の民もそういうことのために整えられていない、準備ができていないというふうに考えたかもしれません。もう喉から手が出るぐらいに神の箱を自分の町に持ってきたいという思いはあったと思いますね。で、それをこうすることで自分の王権にこう箔がつくといいますか、ほらこれもやったんだぞっていうようなところが、ダビデはおそらくそうなってしまったら自分は神を冒涜することになるということを意識していたと思います。だからわざわざこう合議してもう問ようということを決めたにもかかわらず、ダビデは自分のそのダビデの町には移さずにそこに留めておくということをするんですよね。で、それはダビデの決断ですね。決断で、今日のテーマは主が決めた方法通り恐れを持って行いましょうということになってますが、主が決めた方法通り恐れを持って行う、ダビデはおそらく自分の心はそれに今、そのための用意がない、そこまでの準備がないというふうに感じたんだと思うんですね。で、その決断もまた正しかったと思います。私たちは時々心を落ち着かせて、本当に私の心は神を喜んでいるのだろうか、本当に私の心は神の願っている事柄を自分の心を本当に心の奥底から願っているんだろうか、御心がなりますようにとは言うけれども本当にそのことを心から願っているだろうか、時々それは吟味する必要があると思います。で、14節面白いですよね。このようにして神の箱はオベデエドムの家族とともに彼の家に3ヶ月間とどまった。主はオベデエドムの家と彼に属する全てのものを祝福されたってあるんです。つまり神様の箱がいる、ある、あるいはそれは神の臨在ですけど、神の臨在のあるところには祝福があるんですよ。喜んで受け止めて神の決めた方法通り神を敬う、礼拝する、神がいてくれることを本当に喜ぶ、それができたらね、祝福はあるんです。でもダビデはその純粋さに関して言うと、もしかするとですよ、自分の手柄に従ったのかもしれないですよね。神を喜ぶ、神を礼拝するということよりも自分の力を見せつけたい、そういう思いでもしかするとこの神の箱をダビデの町まで持ってきたいと思ったのかもしれないですね。非常に微妙なところです。その行為は外から見ると素晴らしいことではあるんですけれども、神は内側を見るんですね。ダビデはおそらく見抜かれたと思っただろうと思います。
神の箱についての取り扱いの、まあ、軽視といいますか、それによって悲劇がもたらされた。主が決めた方法通り、主が願っている方法通り恐れを持って実行するなら、そこに祝福がある。これはもう聖書の大原則ですね。最初の人アダムがエヴァが何をしたかというと、主が決めた通りのことを守らないというところから悲劇が起こりました。それは今なお同じことなのだと思います。でも逆に、主が決めた通り、そして主が求めた通り、そこに神の箱を置いて本当に主を静かに礼拝するという、そこには祝福があるんですね。私たちの中にそういう心が育ったらなと思うのです。一言祈りましょう。イエス様、どうぞ私たちがあなたの心を本当に重く受け止め、あなたの喜びを一緒に喜べるものにしてください。私のわがままが出ることがないように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。